自民党、長谷川学参院議員、あんたから一回も、ありがとうもクソもメールもない、ありがとうもない、結果もない、誰だお前はって感じだよね。市職員、はい、申し訳ございません。これは、自民党の長谷川学参院議員が先月、札幌市の職員をおよそ30分間にわたり、叱責した時の音声。長谷川議員は、 客室乗務員への威圧的な言動や、北海道の職員などへのパワハラ疑惑が報じられていました。12日、長谷川議員は国会内で取材に応じ、自民党、長谷川学サニー議員、本当に申し訳ないことだというふうに思っています。全面的に自分自身の表現方法を変えていく。また、 北海道の幹部職員の東京出張のうち、長谷川議員との面会のみを目的とした出張は2023年度で16回だったと明らかにしています。以下はネットユーザーの反応をまとめたものです。長谷川学議員の愛称を募集します。悲しいことに、彼の任期はあと4年以上もあります。参議院議員なので解散はないし、リコールもできません。 次の選挙まで彼の名前を忘れないように愛称をつけてください。ドリルユーコ、エッフェルネーサン、赤ベンツフリンに負けないインパクトのあるものがいいと思います。彼の映像を見て思いついたのがカスハラヒョットコ議員。うーん、ちょっとインパクトに欠けますかね。自治体や中央官庁の職員の方はおそらく面会記録や音声データを残しているのでどんどん公表してください。 そのうちインパクトにあるものが出てきそうです。札幌市は怒鳴り散らしている面会の時の録音データや記録を必死に消去しています。報道の皆さん、急いでください。長谷川の指示で動くための職員を差し出し、長谷川が気に食わなければ移動させるを繰り返す。2023年度の人事を見ればわかります。 長谷川の生贄のための部署に30人もの職員を配置して、他の部署は人員不足で困っている。市の職員なのに、誰のために仕事をさせられているのか。GX だけじゃないですよ。水素、LRT、デジタル、みんな被害に遭ってます。報道の皆さんはこれらの部署の職員の話も聞いてください。イメージパースが気に食わないと言って、 資料を破り捨てて発狂したりとか、信じられないエピソードがいっぱい聞けますよ。あまりにひどい対応であればそれは感情的になることもあるだろう。どんな要件で出席したのかはっきりさせてほしい。出張に関しても呼びつけていないというが、呼びつけてるのか呼びつけていないのか。呼びつけてもいないのに勝手に来たのか。そもそも国会議員が自治体職員を東京に、 呼びつけるるななんてここととがよくあることなのか議員を続けるというのならこの辺りを明らかにするため時間無制限の記者会見を開くべき長谷川議員が自分のどこが悪いかっていうのが分からず大騒ぎになったから適当に謝ってるだけだったらまた同じことをやる本質的に自分が悪い部分を理解する気がないんだったら 自分がどういう風うに不快感を持たれたかっていう聞き取りをして自分の悪かった部分を理解するように尽力して相手方に嫌悪感を示されたとしても腐らずやるしかないんじゃないのずっと自分がりをして自分の非を認めずにアプローチが悪かったと言っているだけだったら長谷川議員のパワハラ気質の言動は一生治らないこの音声を聞くとこの問題の発端となった 幾三さんの話の信憑性の高さが信じられるあの時もこのようなやり取りがあったのだろうこの時も基準があるという言い訳もあったが単純に自分が気に入らないだけが理由だけのことこれまでの報道を見ると自分に非がないと思っている相手が悪いという意識が強いからどれだけ時間をかけようとも反省することもないし改めることも期待できない 反省などしていないし、間違っていたポイントがどこだったかという点も理解できていない。形だけの謝罪。また同じことを繰り返すタイプ。ハラスメントとは何かを一から学ばせないといけないタイプ。自民党の幹事長にでもなった気分で増長してるから、こんな騒ぎになってしまう。これで議員生活もパーですわ。次回の当選はない。議員は、 人気商売っててことが全く理解できてないんだからし、ょうがない会社員公務員も人気で立場が左右される人たちは自戒の念を込めて穏やかに発言しないとこうなるという見本にしてほしい。表現方法を変える以前にそもそもなぜ参議院の議員が市の職員にこんなに偉そうに接しているのか。 上司だったらいいというわけではないが、議員って選挙で選ばれただけで、役所の仕事を知っているわけでもない。あくまでも国の舵取りをするための話し合いをする代表であって、個人の判断のみであれこれ差しずりきる存在ではないと思うが、所属してる自民党が議員は偉くて、個人で好き勝手言っていいと思ってるのか、こいつ個人がそうなのか。 党ではそう思ってないなら即時除名して、議員も辞めるよう言った方がいい。しかもテレワークが普及した中で何度も、職員を呼びつける始末、人件費も含めて、費用をこいつ個人が、市に払ってなければ、市の予算を勝手に使ったのと同じことでは天に向かって吐いた通話が多すぎて、受け切れなだろう。まあ考えていることは、今さえ乗り切れば、なんとかなる。 いいだろろうし弱いところを見つけては変わらず高圧的な態度だろう。差し詰め事務所の秘書や事務員は彼の吐け口だろう。ご苦労さんなことだ。表現方法を変えるというこの輩の言語表現が根本的に間違っている。一歩譲って仕事への関係者に強く当たることがあっても客室乗務員など外部の方を怒鳴り散らすなど言語道断。 表現ではなく人間性の問題周りは故意にこの輩を怒らせるように仕向けて表現方法を変えるといったことがその場しのギの言い訳だということをどんどん引き出して公表してもらいたい「自民党本部はどうしてるわけ?」「こういうパワハラは社会問題になっている事件性の高いことだから参院幹事長が呼びつけて事情を聴取」 正式な処罰の対象にするとか、国会議員の資質の問題に関わるのだから、議員としての姿勢を立しないといけない。自民党は窮地に追い込まれているのに、こういうところのずさんさがさらなる追い打ちをかけてしまう、ことがわからないのか、呆れてしまう。パワハラ被害に遭った人が音声を録音して、それを証拠として、 突きつけるのではなく自民党がそれらが事実であるかを確かめるためにも事情を聞く必要がある長谷川議員は本質的に日常的なパワハラを行うタイプなのだから一時的に収まってもまたすぐに再発するはずその時は被害届を出して実験化し国会議員を辞職させるべきこの男が国会議員になってから これまで無駄に費やされてきた費用と他人の人生がどれほどのものかと考えたら重罪犯と言っても過言じゃないだろう。一秒でも早く辞めて犯してきた罪を生涯かけて償っていってくれ。今の自民党議員を物語っているな、こいつも相当な高顔だな、嘘とごまかしは日常茶飯だろう、このような自民党議員は他にもいます。 このような人間はもう自分を変えられません。うまいこと言って何とか辞職を逃れようと、賢明な姿が想像できます。やめてもらいましょう。ノイローゼになってしまった職員の方が気の毒です。パワハラで訴えるべきです。